ヨーテリーのパートナー、そんな、うん、いい心がけだティム。困りごとに抱えた人はポケモンがいたらできる限り助けよう。はあ、サブクエ的な感じ。お散歩したらいなくなっ、いなくなったんか。助かるわ。これサブゲだ。あの豆パトか。うわあ、のんきだな。エルフーンだ。赤いポケモンについて。小股、あ、小股なら切れるぞ。L ってことは、綿もエルフの綿？エルル？お気に入り岩の扱いには気をつけろ。怖いね。コアルヒについて。また、うん、エルフがいたんか。どういうこと？入った方法。友達を連れて窓から入ったか。朝ごはん、なんの朝ごはんって。なるほど。季節風に乗って世界中旅すんの。なるほどね。小刀を探すか。これ何？ポスト的な？鬼ドリルが飛んでる。なんかあったな。目血走ってるやついいんじゃん。ミルホッグ。ミハ。ミル。赤いポケモン。ミハ。確かに。ざっくりすぎてる。ミルホ？ミルホ。コアルヒのこと見たそうだ。お、見たとか。ミルホ。だからこんなに目充血してんの？
ここじゃねえ、コアルヒーのいるの。お娘いんじゃん。あ、ティム君。レイチェル。こんにちは。ジェシカ。こんなところで会うなんてすごい偶然だね。驚いたよ。あ、同級生なんだ。初めて会ったな、ジェシカ。そんなわけないじゃない。お話なん、え、ちょっと待って、チェリンボいる？チェリンボ。ピカチュウも一緒にお仕事大変ね。こう見えて結構頼りになるんだよ。すごいのね、ピカチュウ。もっと褒めていいんだぞ。そうかな。え？それって名探偵がすぐ近くにいるんだよ。あー、一瞬何か期待しなかったか。うるさい。ティム君、お会いできて光栄だわ。春事件を解決してくれてありがとう。心から感謝するわ。え？あ、はい。あ、はい。あなたの活躍いつもテレビで見てるわ。活躍だなんてそんな謙遜する必要はないよ、名探偵さん。あ、昔私の、あ、なるほどね。親の知り合いか。バンブーストリート。相談がある。なんだ。家のことで。夜、今晩僕のアパートで。やるじゃないか、ティム。今日は家族で食事するんじゃなかったか。どうも真剣な悩みのようだし、ほっておけないよ。少し時間を取るなら大丈夫でしょ。それもそうだな。お前の家族ならきっと分かってくれるだろうよ。はいはい。おしゃべりピカチュウ。2年前の R 事件解決をジェシカは感謝してくれている。俺たちの仕事も捨てたもんじゃないな。そうだな。わからんけど2年前。怖っ。バーネブー。仕事は迷ったらヤドキングに聞けさ。はあ、ちょっと困ってるな。お、ティム君じゃないか。パブロミラン。ルンルンパ。ルンパッパ、副店長なの。いやあ、ティム君、なんかあった？顔見なかったけど、事件があって。そいつは大変だ。いいとも。よく来るんだ。大変なこと。困ったな。
話していいんだ。個人情報的なやつまずくね。そんなことが。いや、ちょっとやばいね。撮ってんのかな、実は。宝石なんてない方がいいみたいに言ってるな。賢いポケモンだよねって言ってる。豆が入ってんのか。さっきもこういつもの声渡したよ。こう。さっきも。カフェについて。なんで迷惑なんだよ。金払ってるだろ、ティムか。はい。マホ見る。へえ。かわいいな。俺はブラックが好きだからな。ティム、お前が入れてもらったらどうだ。いい香りがするし、今度組み合わせ試してみよう。へえ。お。このピカチュウコーヒー好きなんだ。ルンパッパについては聞かなくてもいいんだな。こうある日について、うん、ルンパ。ルンパルンパルンパ。ニョロットのライブをするらしい。手がかりないね。おいおい。はい。これだ。始める。よし。これだな。よし。定期的にハイハットカフェに豆を買いに来ると話した。まだ赤いポケモンに会ってないからな。まだだね。よし、屋敷行こう。赤いポケモンはどこなの？よし、行こう。オッケー、戻ってきたぜ。まったく君は何をしているんだ。申し訳ありません。何があったの？逃げられた。行っちゃったね。さてさ、確かに公園でしょ。公園、公園ってどこなの？
公園に行こうよ。で、公園でここ？なんだろう。まあいいかって、イカがいるの公園に。びっくりしたよ。あれ、これじゃない、これじゃないのか、ポケモンっていうか公園って。欲張りす。やべ、やべ。あ、ちょっと待って。行っちまったな。追うか。あ、追ってみよう。ヤジロンだっけ？違う、なんだっけ？あれ、ヨテリンじゃん。そうだそうだ。よかったね、いて。遊び足りなかったってこと？一件落着。待って、小刀ない、小刀。ここいけない。え？少年よ、うん、どうした？探偵公園とサッカーするんだ。サッカーがうまいポケモンで何？あれ？欲張りさも違うし。でもいな、あれ？でもどこにも場所なくねえもん。あんのかな？デニス亭しかないもんな。はて、公園に行きたいんだけど行き方がわからん。いや、開いてんじゃん。隣かい。ベロリンがいる。うん、うん、見晴らしの岩。あ、サッカーできるやついたじゃん。足技かとか、どう見てもサッカーの試合だね。ビ、
頑張ってくれ。ポケモンとサッカーの練習するんか。あんま、うわ、嘘きんじゃん。ベロリンガー。ベロベロイ。すぐ気を取られちゃう。アブリボン。アップ。へえ。お。ちょっと待った。もしかして君たちがあの有名な名探偵コンビかい？私は君たちの大ファンなんだよ。おっと、自己紹介がまだだった。マーロック。ポケモンへの理解を深めるため一見科学者。制作ブレーン。共通点がある。ほう。志とともに仲間だ。研究について。あの、人とポケモンのコミュニケーションを関する研究。そんなことはない。へえ。お手伝いについて。あの、提供することだ。だろう？なんか長そうだね、話がね。あんま関わっちゃいけない人だ。頼むよピカチュウ君、君の健康状態をチェックさせてくれないかな。いて、何すんだいきなり。開発したポケモンの体データを短時間で計測するマシン。どうでしたか？カフェイン。実に興味深いと言ってる。あら、中性脂肪が高いようですね。頑張ってくれって言ってるね。なんかちょこちょこ出てきそう。中性脂肪。おっさんってこと？ピカチュウ。あれじゃねえよ。隊列。一糸乱れぬフォーメーション。ここがてっぺんか。あれを見てよ、ピカチュウ。なんだ？ここからだとデニスさんの屋敷がよく見えるよ。急に黙って。ああ、あの廊下の前かな。調べてみよう。綿があるな。エルフの綿だ。
手がかりがゲット。傷だらけの岩。こんなか。ちょっとやるか。推理。よし。これだ。よし。岩に乗ってみる。あ、どうだ。どっかで見てくればいいんだけど。来たぞ。小さ。立ち筋鮮やか。困った。一度だけなり許してくれるか。コマ？聞きたいことがある。デニステについて。コマ。コマま。すごいね。ん、なんだろうこれ、眠らされてるってこと？武者修行。ほうほう。なんて言ってる？いないって。いないんだ。岩を切るの？お、おすごい。お、なるほどね。で、コアルヒがいないのがどこにいるんだろうね。どうやって探す？ポケモンの力？刃物になってるのか。くまった。次回ね、じゃあディニストに戻っていきたいと思います。